こんにちは、レオです。こんにちは、さあ、レオです。元気です。こんにちは、ムロコです。ということで、はい、平成生まれベスト10違います今回は同い年ということで30歳で比べてみました。いつから知り合いですか、3人。いつ大学が、大学じゃない大学だと思う。村子は高校。高校でやってて、九州は。でもあんま覚えてない。やかましいわ。インカレの最後の東海大筑波の記憶は全員ある。そんなにない。そっか、行かしげんの。はい。そんなこともあったなって感じ。まあ、そのくらい。今は仲良しですか。はい。はい、仲良くやってます。仲良くやってもらってます。二人がなんか、めちゃめちゃ好きなんですよ。遊んでやってやってるって。これが末っ子です。いや、違うしてよ。保育士？あ、そんな意外？190の？あれ免許いる？免許いる、免許いるけど持ってる。身長制限あるだろ、絶対。こんなでかいの来たら子供たち泣いちゃうよ。先生の免許持ってるんですか？はい。あ、何の？中高持ってます。中高体育。アーティスト表現する人だ、まあ、だが含め大きな枠です。なんでなんか微妙だなその部活引退ってなってさ、卒業式までさ結構時間あるよ。中学って夏ぐらいに引退するやん。中学それまでさずっとバスケばっかやってきたけどさ、うん、友達と遊んで帰るとかどっかに寄って帰るとか一切なかったから、普通に鬼ごっことかしてたよ、帰りながら。帰りながら中学生でその期間はマジで楽しかった。でも友達と遊ぶって何、シンプルすぎない？毎日遊んでる。毎日遊んだの？そのまま泊まるの友達に。やばいすぐ人に泊まる。中学校の時なんか俺ほぼ毎日泊まってた。そんなにいろんな家に毎日泊まってた。転々としてずっと来ました。試合終わったりするとこいつ絶対、あ、今日レオンチ泊まろうみたいな。まあ一回も泊めたことはないですけど。あ、泊めたことないんですか？冷たいよね。結局誰も泊めてもらえない。泊めてもらえない。かわいそう。でもこの間大輝さんに泊まったんです。青春がもうバスケットしかしてませんと。お前漫画の見すぎだな。いや、ふざけてんじゃねえや。バスケしかしなくて。バスケ中学の時学年一人しかいなくて。え教室にお前急に教室にこうやっていたら一人で。じゃあ点呼取るぞ。村越圭介。はい。じゃあ以上だな。そういう人じゃねえのよ。やば。バスケ部で学年俺しかいなくて。あ、それいいよ。で、親からもうあんた体動かせっつって、結局引退しても部活に顔出してたっていう、クソ迷惑な先輩してて。そんなことない。そう、青春時代、これからかじゃん、その青春。そう、青春来るかな、30。30を超えて青春から青春。相当遅い、遅れてきた青春。密着したら、村越圭介の青春。なんもね。30歳からの青春。自転車乗ったりとかします？自転車乗せよ、乗せよ、乗せよ。土手で自転車。土手で自転車で爆走してくれる、土手で。チョコチップクッキーかっこポケモンカード。どういうこと？クッキーであればポケモンカード。どこのチョコチップクッキーが好きとか大丈夫ですか？セブンのチョコチップクッキーが一番好きです。コンビニだったらセブン。ポケモンカードあれば俺も買うな。ブームですか？ブーム、ブームです。今日本のブームに近いぐらいの、それに乗っかってしまってる状態。あ、最近やばいね、ポケモンカード。なんで昔持ってたもの取ってないんだろうって思う。めっちゃ思うね。え、集めてどうするんですか？ほら、集めてどうするんですか問題ね。はい。え、ゲームするとかじゃないんですよね、それ。やってるかもしれない、実は。いけ、ピカチュウってやってるかもしれない。あそこの公園で俺が小学生と。あれできるのいるな。あれ、元気じゃねえっつって。それ3だろっつって。男子ってやっぱ収集癖があるじゃん。スニーカーだなんだら、昔から。俺は別にヤクルト好きだから、ヤクルト買っちゃう。ヤクルト1000。ヤクルト1000があれば1000。
生姜焼きって基本ロースだから、はいはい、あれが生姜焼きって確かにあれのイメージじゃなくて豚バラじゃないと嫌なんだよ。薄バラ肉それでやるとお肉甘いし、その生姜のね、うん、味とマッチして俺はめっちゃ好きなの。やってみて、美味しいからやって全員全員洗濯物を干す順番。ちょっと気になる。何干す順番ってどういうこと？右側からパワータイ、普通のその下着のパンツ、バスパン、こういう長い系みたいな。あ、だんだん長くなって。そんなんやったらさ、こうなるやん。確かに。こっち側にフックついてんのよ。あ、重い方を持ってくれば、こっちで引っ掛けて調整できるみたいな。すげえ引いてんだけど、この補助具。いや、何が変わるのか。確かに。変な子。青春を迎えなかった。青春を迎えない変な子。変なものって何？変なもの好きだな。何それ、こだわりでしょ。家にある置物とかの話とか、変なおしゃれな、変な可愛い感じ、全員に好かれるようなものではないみたいな。癖強めの、そう絵とかもそうだし、やっぱなんか集めるの好きなんですね。こいつんちね、広いよ。広い。集まってる、いろんなのが。めっちゃ気になる。マジで、こいつんち行った時びっくりしたのが、はい、なんていうの、もうセレクトショップかぐらい使ってない服めっちゃ多い。袋に入ったままの服が陳列されてて、カルビ食べれなくね。食べれない。それでも悩みなの。学生の頃はさ、肉なら何でも食べれてた。まあまあまあ、まあ、なんかあの頃みたいに食べたくない。胃が弱くなった。じゃあ胃が弱くなったっていう悩み、ね、見てみジジイみたいな。いやマジ脂っこいのマジで無理になった。いやそれはすげえわかる。食べたら気分悪くなる。何じゃあカルビ食べてるの、うん、そんな機嫌が悪くなるんだ。どう見てんだ。気分が悪くなる。機嫌悪くなるんじゃなくて今の時間の潰し方何してんの。逆にじゃあ意味もなくどっか行ってる。しょっちゅうコーヒーいろんなとこで飲んでるもん。なんか趣味見つければ、趣味か、なんかやりたいこと。俺最近ドラム始めたいんだよ。言ってたな、この間。もうね。なんか、なんかの教室に通うとか。寝つきが悪いの。目とちっちゃいんだよ。そんなことないよ。マジ寝れない。何時に寝んのじゃん。12時とかに布団入っても、気づいたら2時とか。何その後携帯いじったの。いや、いじってない。ずっとこれ。寝てこう寝てて、こう寝てて。変な子じゃん、やっぱり。うるせえな、やばいってこれ、変な子。2時間携帯もいじらずに。温めればいいんだよ、体。あ、そういうこと。左右。そういうこと。ホットミルクとかよく言うじゃん。あー、ホットミルクね。30歳で比べてみた結果。変な子。変な子。独特な子。豚バラです。豚バラ。豚の子。ジブリっぽくしまったね。ありがとうございました。ありがとうございました。この30歳になった僕たちの応援をよろしくお願いします。お願いします。そして、この豚バラチャンネルを、ぜひ登録してください。この動画がいいなと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録ぜひお願いします。なしで、あい、ちゃんとやって。今のでいいだって豚バラチャンネルじゃねえだろ。これからもよろしくお願いします。次は31歳の回でお待ちしています。